右側の3番です。第2試合、ユミエラ・トルクネス対ルイス・レクサム。棄権します。え、勝者ユミエラ・トルクネス。そして私は決勝戦まで進出した。棄権で一度も戦わないまま棄権。決勝戦、ユミエラ・トルクネス対ウィリアム・アレス。俺は棄権などしない。正々堂々戦うぞ。決勝戦試合始め。あ、やばい、折れそう。ユミエラパンチ。俺の剣がそんな生蔵に打ち負けるなんて。優勝者、ユミエラトルクネス。